さあで有原は2イニング目に入ります。この回は6番のデスパイレから。まあ、栗山監督にとってはね、はい、まあ抜擢した、矢野が結果を出せなかったことはね、ちょっと残念なところではありますね、はい、高く上がっていますが、どうですか、陽内館見送りました。入っている、デスパイネの一発。この回先頭バッターデスパイネ、クライマックスシリーズ第1号となる一発は勝ち越しのソロホームラン。有原、まあ少し警戒を怠ってしまったんですか。さっきのイニングからね、ボールは強いけどもボールは散らばってるって話しましたけども、はい、これもど真ん中高めでボール強いですけども、やっぱりストレートならね、デスパイネはそれを打ち返す力がありますよね。まあ、失投といえば、まあ、ど真ん中。ただね、波のバッターではあの高さなかなか空振りだったりファールだったりするんですけども、まあ、スピードのあれはしてますよね。バックスクリーンの横中段まで運んだという一発になりました。2対1とマリーンズ勝ち越しに成功。そして今江のこの打球は、ここはライト浅間届いています。ヒット性の当たりではありましたが、浅間もしっかりと追いついています。このボールも真ん中高め、高さボールかもしれないですけども、今の今江の1球もね、外寄りの高めと、ボールは相変わらず散らばってはいますね。デスパイネの一発の後のマリーンズサイドの興奮、